みなさん、こんにちは、こんばんは。ベイビーウルフのミカミンです。わあ。ということで、本日はですね、何をするかわかりません。なんか呼ばれたんですけど、すごい今物々しい空気が漂ってまして、でここにモニターがあるんですね。何をするんですかね。はい、今日は、みかみんさんお一人だけを呼ばせていただいたんですが、はい、ちょっと見ていただきたい動画が怖いございましてですね、はい、な人体実験みたいな感じですかね。いや、そんなこと、ベイビーウルフのメンバーが出てくる動画でございます。なるほど、なるほど。それをみかみんさんに見ていただいて、オーディオコメンタリー的なものを収録させていただきたいと思っているので、内容としては怖くないです。怖くない。ちょっとびっくりとかがちょっと苦手なんで。大丈夫です。なんか、はい、びっくりしない、YouTube、ベイビーウルフのある日の YouTube 撮影の様子をみかみんに見てもらうので、ぜひ楽しんでね。いっぱいこう言えばいいんですね。はい、いっぱい言っていただければと思います。ダメなしよ。では、動画スタートしてください。はい。はい。いつものね、ベイビーの YouTube チャンネル。オープニング。皆さんこんにちは。サトリちゃん。私たちベイビーウルフです。ね、可愛いですね。サトリです。サトリちゃん、サラサ、チャコ、アンナ、マツリ。はい、本日はこの5人でしでかしそうな5人で5大事郎をやっていきまーす。はい、はい、はい。なんだ、お題なんだ。お題は何ですか、チャコ。すごい。なんで流す。アンナビュー。アンナ。ミカミの好きなところ。おー、なるほどね。もうミカミン、なるほどね。すごいね。そうだね、見てほしい、ぜひ。あ、ミカミンの好きなところ。これみんないっぱいあるでしょ。写真が欲しい。うん、前でいいよ、ミカミン。なんでみんな苦笑いしてんの。何、はい、詳しい。あ、そう、そこにね、ミカミン。はい、なるほどね。ミカミンの好きなところ言ってもらえる。なんですか、この企画。すごいですね。それではトリちゃんからお題の方。みんなニヤニヤしてんだよ。はい、ミカミさんの好きなところはこの間相談に乗ってくれたこと。いつだよ、いつのこの間。まあね。たださんのミカミの好きなところは、あ、どうなってるの。え、それは中身じゃない。たださんがミカミの好きなところは、うん、あるでしょ。赤ちゃん扱いをしてくるところ。いや、絶対嘘じゃん。それ好き。私がミカミの好きなところは、歩き方がふわふわしてる。絶対好きじゃないでしょ、これ。でも、もう3人変な人いるけど。何か必ず三上が自分のことやってても、私が話しかけた時に必ず話を聞いてくる。ああ、これ絶対人間よ。私の三上の好きなところは、もう笑っちゃってるもんね。隣にいたら落ち着くところです。すごい笑ってるもん。なんか他にあるやろ。いや、もうアンナ以外ちょっと怪しいんだけど。ね、はい、サラサとかさ、はい、それでは議論開始してください。どうぞ。はい、おはようございます。もうサラサ一番怪しいよ。してしまったから、私から喋るんですけど、まあ、ちょっとね、この間の話かわかんないけど、コラボコント、うん、あー、その時ね、ちょっと三上さんに演技の相談をさせていただいて、それで結構詳しくお答えしてくださったことがすごい、いい人だ。絶対、あんま記憶ないけど、そもそもなんかもう嬉しそうじゃないもんね。赤ちゃん扱いされるの嫌なんじゃない。え、でも結局構ってくれるから嬉しい。でも赤ちゃん扱いできないです。ね、言うよ。いやよも好きのうちで。いや、絶対嬉しいの。しらじらしいの。嬉しいっていうか、なんか構ってくれることが。違う、三上じゃないとダメなの。そんなリアクションね、今までされたことないですよ。なんかミカミンだから嬉しいみたいなリアクションされたことないけど、みたいな。それをずっとサラサがずっと喋りかけてミカミンがしてるからガチはあるから。ああ、そういうことだったんかな、今までは。私にしかあれやってこなかった。待ってくれることが嬉しい。でもサラサな、出てくるまでの間があったんだよな。違う、
私歩き方がふわふわしてる。これ絶対おかしいでしょ。どういうこと、好き好きなとこ持ってあるし、そんな歩き方じゃない、そんな歩き方じゃない、それ誰やそれ、宇宙じゃん、宇宙、宇宙歩いてるよ。足音立てるわ、足音いっぱい立てるわ。足音立てないの取りちゃう、こういう歩き方しないよ。絶対好きじゃないよこれ。何がわかるの、何がわかるの、すげえテンション上がってるじゃん。全然こんなんじゃないですよ、こんなんじゃない。チャコだから考えてみればチャコだから、ね、好きなところ、まあ、チャコの感性だしな、チャコの感性だとそうなの。楽屋とかでミカミンと前になったり斜めになったりすること、あそれであんなが一人でボソってなんか言ってて、ミカミンが例えばゲームしたりしてても、あ、うん、そうだと思うよとか、なんか必ずなんか言ってくれるのミカミン。なんか、え、ここやばくないとか言ったら全然大丈夫だよとかちゃんと言ってくれるの。これはね、本当っぽい。そうだね、いい人だね、スタートの人だ。そう、なんかね、アンナの喋ってることに対してなんかね、反応しちゃうのよ。まつりちゃんはいつもみかみんがここに YouTube の時にいるんだけど、本当に隣にいたら落ち着くなって思います。怪しい。なんか他にあるでしょ。落ち着く、取れる。なんかちょっとね、あ、そう、そうそうそう、ちょっと怪しいよ。これ、オオカミの時のまつりちゃんの反応っぽい感じするけど。ちょいちょい言って、今日は聞いてない。だって前、私立の時になんか、ミカミの面白いところが好きって言って、オカミだったけど、だってさ、面白くて好きってなんか分かる。え、なんか、みんなリアルなんで。あれ、シリツに投票するんでしたっけ。そうですよ、ジロこれ、いや、これさ、これ時間終了です。それでは、何一周回ってアンナなのこれ。浮いてる人アンナしかいないんだけど、逆に。アンナが普通すぎて。はい。いや、チャコ。いや、チャコ、ええ。え、サラサに投票すると。え、サラサじゃない。もう一回、サラサが1で。まつりちゃんと3。あ、まつりちゃん。で、アンナが鳥ちゃん。鳥ちゃん。それでは本日、まつりちゃんが転校となります。まあまあまあ、わかるわかるわかる。え、違う、本当に私はミカミンが隣にいると落ち着く。本当かよ、本当かよ。ミカミンが隣にいると落ち着く。本当に私はミカミンが好きなんです。本当かよ。いや、みんな好きなんですよ。あの、なんかね、ちょっとね、違う、なんか恥ずかしくて、うすら笑いしてる。あ、恥ずかしくてね。私はミカミンが隣にいる。いや、めっちゃ笑ってんだよね。最初からもずっと笑ってんのよ。私は変な人だから落ち着かないと思ったんだけど、最近はあまりにも一緒にいすぎて、一周回ってもう落ち着くの。あ、一周回ってだから、うん、早く三上来ないかな。おぉ。あさりちゃんが転校して、恐ろしい夜がやってる。やってくるのかい。皆さん、おやすみなさい。まつりちゃん、本当だった。恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。昨晩、まつりちゃんだってもっとあるよ。それあんな噛まれるよね。それでは、議論開始。いや、まつりちゃんもっとあるでしょう。ね、なんかこう、なんかあるでしょう。なんか、メイク道具貸してくれるところとか。ちゃんと答えてくれたのが嬉しかったし。ちゃっこね、観点がね、ちゃっこかもしれないね。好き、好きっぽい。あ、そうだ、赤ちゃんだった。赤ちゃんだった。いや、もう怪しい3人残っちゃってるよ。歩き方がふわふわしてるところ。いや、全部みんな恥ずかしい、おかしい。なんかね、鳥ちゃんがガチかなって思ったの。私も思う。そう。でもね、記憶ないんですよね。ちょっと待って、相談されたっけなと思って。細かいところまで見てるところがさ、もう好きじゃない？すごい、でも、相談をしたっていう事実を作り上げてるっていう時点ですごいけど。歩き方が。いや、サラサだと思うな。なんで？あ、鳥ちゃんが本当のこと言ってそうだ。本当のこと言ってる。本当のことだよ。そう。偉いもん。いや、サラサ、サラサ。私もサラサだと思い始めた。鳥ちゃん怪しいけど。常識的な回答してるのは鳥ちゃんよ。そうだよ。私たちがおかしい。私の記憶がなくなっちゃったのかもしれない。相談された気持ち、あ、記憶がないのかもしれない。本当に。サラサのね。サラサ、サラサこそもっと好きなところあるやろっていうね。かまってくれるところって他にあるでしょ。だってかまってくれるところってだってね、コミュニケーションですからね。喋ってるだけだから。みんながかまってくれない中、なんかサラサは深い。あ、そう、サラサとだって前ご飯行ったことあったし、なんかその時のね、思い出とか話してくれたらいい。みんな分かまってくれる。
あのすごいあの愛情が深い。愛情が深い、そんなことないよ。笑ってんの？そんなことない。嘘ついてない。ちょっと笑ってんのよ。なんかみんな笑ってんのよ。そんなこれはな、全然こんな歩き方じゃないですけど、こんな歩き方しないですけど、でも、まあ、こだわってこれをね、表現してくれるっていうところがまた好きなのかもしれないなって思い始めた。ちゃんと再現してくれるところがね。あんな歩き方しないけどね。嫌な顔してる。確かにね。いやサラサかな、これはサラサじゃない。ではイラン時間終了です。もうずっとなんかニヤニヤしてる。すごいなんかもう自分の嘘に笑ってる感じするもん。サラサちゃんは天候。そうよね。サラサちゃんお金のことはどうぞ。なんでみんな一周回ってんのよ。日本にある一周回って好きみたいな。知らなかったな。え、オオカミでしょ。サラコちゃん。あ、鳥？入れたいと思った。あ、やっぱりじゃあ私の記憶間違ってなかったじゃん。いない、ちょっと。サラサ、本当なの？はい。ひどくない？なんかもっとね、あるでしょう。え？嘘嘘嘘嘘嘘だって。サラサよ。サラサ。サラサもっとあるでしょ。絶対そうだと思う。かまってくれるところ。すごい、あ、いいエピソードだ。鳥ちゃん？あ、そうか。相談をしていない。そうだよね、そうだよね。記憶ないもん、私も。言われたっけなと思って。いや、一方的に参考にはさせていただいて。あ、そうなのね。そうだったのね。でも相談はしてない。相談はしてないし、丁寧に答えても笑ってもない。相談がないからね。確かに好きなところって言って、そのなんかピンポイントで答えるのあれだもん。確かに、なんか相談させてもらったところが好きってあんまなんだよね。確かに今回はジロジエの勝利でした。そろ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 人間だったね。そろそろ髪の毛切れ。なん髪の毛が切れ。あんたも綺麗や。なんかそのポイントがおかしいんだよ。なんかもっとさあるでしょ。だってね、鳥ちゃん散々なんかいろいろ一緒にね見て、髪の毛が綺麗っていうところしか思ってなかった。嘘嘘だって。なんかもっとあるでしょ。チャコはわかるよ、アンナもわかる。ワツちゃんはまあ毎週回ってそうだったんだけど。いや違うよ、違う違う。この時ね、この時好きなんだね。違うから、浮いてんじゃん。もう地面から浮いてんじゃん。最高だね。なんでサラサじゃ終始笑ってたの。めっちゃ怪しかったぞ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。嬉しい、嬉しいですよ。まあ、三上さん映像見ていただきましたがいかがでしたか。あの、まあ、最初まあ、ミカミンの好きなところを、まあ、5人中4人が本当のこと言ってくれるっていうところで、あ、めっちゃ嬉しいやんって思ったんだけど、なんかみんなね思ったのと違うことをね言ってくるから、ちょっとそこじゃないんだよな、なんかそれは別に言われて嬉しくもなんともないんだよなみたいなことばっかり言われたんで、なんか結果あんま嬉しくなかったですね。鳥ちゃんね、鳥ちゃんに至ってはあの史実をねじ曲げられているっていうの、あの なかったことをねでっち上げられたっていうことがまたちょっと、まあ、鳥ちゃんらしいっちゃらしいんだけど、結果本当に好きなの髪の毛綺麗ってどういうことで。そう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 、これ鳥ちゃん私のこと好きじゃない説あるなっていうので、あの鳥ちゃんとのね今後の付き合い方がちょっと問われてきますねって思いましたね。あとあのサラサの赤ちゃん扱いは、サラサにずっとおかしいの、ずっとおかしいの。なんか言う直前からみたいな感じでずっとなんかた、あの溜めた末に赤ちゃん扱いしてくれるところ、まあ結果的にね本当のことだったっていうところで、赤ちゃん扱いしてくれるの好きだったんだっていうのがちょっとまたじわるんですけど、まあじゃあまあそうだね、これからも赤ちゃん扱いしていこうかなと思います。私は結構優しさも込みでね、あのちょっと加減しながら
バブちゃん扱いしてたんですけど、ボットやっていいんだなって。首沿ってるかまつりちゃん聞いてたからそこまで攻めていいんだなっていうことが分かったんで、ちょっと今度おむつ変えたとか言ってみようと思いますじゃあ以上にしたいんですが、ちょっと最後にみかみさんちょっと歩いてもらってもちょっと、いや、おかしいおかしい、あれ誰ですか、あの宇宙にいる人やんな。ちょっと待ってね。おはようございます。ちょっと遠いすぎてもらおうか。おはようございます。あの肩があんまり動かないのか。おはようございます浮いてない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 、しかも足を伝ってる足を伝ってる、はい、ありがとうございますあのみんなとアンナとは特にね仲良くお付き合いをしていきたいなって思うのと、まあ、あの私の足音に今後注目してください。ありがとうございますということで、最後のあれですね、いつもは、はい、はい、あのぜひですね、私へのねぎらいも込めて高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。